はい、どうも皆さん、こんにちはです。今回もね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで現在ね、EV 大量発生イベントが開催中ということで、皆さんも色違いや証持ちの厳選をね、現在頑張っていると思うんですが、なんと実はですね、このイベントではもう一つやるべきことがあります。と言いますのも、通常は存在しないこのイベント限定の EV というものがゲットできるんですよね。じゃあちょっと見ていただきましょうか。実際どのようなね、限定の EV がゲットできるかと言いますと、こちら、まあ、ちょっと僕はね、自分好みに進化させちゃってますけども、はい、なんとこの証ですよ、サジンの証持ちの EV、まあ、今はシャワーズですけども、こちらですね、このイベント限定の個体になっております。でさらに下に行くと、こちら EV ですけども、降雪の証持ちの EV ですね。2つ目は雪に転がる EV ですけども、これもイベント限定になっております。このイベントだけですね。でさらに下に行くと、まあ、ニンフィアに進化させてますけども、こちらも凍え震えるニンフィア、豪雪の証持ちですね。で次ブラッキーですね。こちらはノームの証、霧に戸惑うブラッキーと、まあ、つまりこの4体はですね、このイベントでしかゲットできない証を持っているといった感じになります。でこれどういうことかというと、この EV のね、生息地マップを見てほしいんですけど、通常はですね、この3箇所にしか EV は生息していないので、大量発生自体もこの3箇所でしか、まあ、ほぼね、発生しないといった感じになってるんですけども、まあ、今回のね、 EV 大量発生イベントというのはどこでも発生するというような特徴がありますので、今まではね、この SV では絶対にゲットできなかった証持ちの EV をゲットできるということになります。なので今回のイベントではね、皆さんにもちろん色違い、そしてまあ対象のね、8個の証持ちのね、厳選もしてほしいんですけども、まあ、真に厳選すべきは、まあ、このね、4つの証なんですよね。なので今回はこの4つのね、天候の証を持った EV をね、どうやってゲットできるのかっていう、その入手方法というのを全てね、皆さんに紹介していきたいと思いますので、ぜひね、今回のレア個体の EV が欲しい方は今回の動画を参考にしてください。で特にですね、その中でもこのノームの証というのは持ってる人はね、現状めちゃくちゃ少ないと。でさらにこのイベント限定の EV ということで、ノームの証持ちの EV というのはもうほんとほとんどね、いないです。なので、まあ、今回ね、紹介する方法でぜひこのね、激レアな証をね、ゲットしていただきたいと思います。というわけで早速ですね、一つ目の証の入手方法から紹介していきたいと思います。さあではまず一つ目のサジンの証ですね。こちらの証を持った EV はね、どのように入手できるかと言いますと、マップのね、パルデア地方のここロースト砂漠ですね、ここに大量発生の EV が出てくれたらゲットできますというものになります。まあ、ただ大量発生が出てくれただけではこの砂塵の証はつきません。と言いますのも、このように砂嵐が吹いている時限定ですね。で一応ね、マップを開いたら右上の方にね、この砂嵐のマークが出ていると思うんですけども、このマークが出ている砂嵐の時にだけですね、湧いた EV の個体に砂塵の証がつくといったような判定の仕組みになっております。そしてこれらのね、天候の証というのは入手確率が 2% となっているんですけども、もちろんサンドイッチの2つのパワーをつけることによって確率がね、アップします。なので最大確率でね、証を厳選したい場合は2つのパワーをね、つけてから厳選するようにしてください。で特にですね、砂塵の証さえ手に入ればもうそれでいいという方は、今ねこうやって湧いている EV たちをもうどんどんね、捕まえていくというだけで、いずれはね、砂塵の証の EV を捕まえれると思うんですが、仮にですね、色違い、そして砂塵の証両方を持った EV をゲットしたいと言った場合は、あらかじめですね、ここに湧いている EV をですね、60体倒します。で倒した後に一度レポートを書いてから、このね、ピクニックを開いて2つのパワー、そして輝きパワーをつけるようにしましょう。そしたらね、このように色違い、なおかつ砂塵の証持ちのね、 EV が手に入ると思いますので、ちょっとね、厳選頑張ってみてください。では次のね、2つ目である降雪の証ですね。こちらはどうやって入手するかと言いますと、このね、マップ北側にあるナッ
ペアマですね。この雪山のどこでもいいので EV が大量発生してくれたらゲットが可能になりますけども、もちろんねそれだけではなく天候の証ですので、今ねご覧のように降雪ですね、雪が降っている場合にのみといった感じになります。でマップを開いてみると右上に出てくる通り、あの雪マークがねあると思います。この場合に湧いた野生の EV にのみ降雪の証がつくといった感じになっております。あ、今ねもう晴れに変わっちゃいましたけども、だいたいですねこの SV の中の天候というのは5分ぐらいですねで変わりますので、まあもしね晴れだったとしてもひたすら放置していたらいつかはね絶対に雪が降りますので、その時に厳選しましょう。でまあこんな感じで山なので斜面になっていることが結構多いんですよね。なので、まあ、ピクニックがねすごくしづらいと、そういう時は一時的にですね平らな場所まで避難して、でそこでピクニックを行うと、まあ、もしくはですねピクニックリセットじゃなくてもこのわざと遠ざかったらもうね EV が消えちゃいますと、でもう一回近づいたらまた新しいね個体の EV が出現してくれますので、こういった形でリセットを繰り返すというのも一つの手ですね。まあなのでこういったね雪が降っている間に湧いた野生の EV を捕まえることで、このようにね降雪の証を持った EV を捕まえることができます。ただし、まあ、こんな感じで色違いの EV を捕まえたい場合は、先ほども言ったようにねしっかりと60体この大量発生の EV を倒してから、2つのパワーと輝きパワーの2つをねしっかりとつけてから厳選するようにしておいてください。で続きまして3つ目の豪雪の証ですね、まあ、こちらもね見ていただいたら分かるようにこのナッペ山ですね、同じくナッペ山のどこでもいいので大量発生した EV でゲットできますといった感じなんですけども、はい、豪雪の証と違うのはこのようにね吹雪が吹いている時限定の証ということになっております。でねマップを見ていただいたら分かるように右上に吹雪のマークがついております。この天気の時だけですね EV が湧いた時に捕まえると、このようにね豪雪の証を持った EV をねゲットすることができますということですね。まあ体感的にですけどこのナッペ山で EV の大量発生というのは結構出やすいので、おすすめとしては自分にとって色厳選とかね、あとはまあピクニックリセットとかしやすいような場所に EV の大量発生が出るまで日付変更をね繰り返すっていうのがいいと思います。そしたら最後4つ目のノームの証ですね。こちらはですね北上の里限定の証になっているんですけども、なんとですねこれ合う特別なやり方をしないと絶対にゲットできないというような証になっておりますので、今からですね僕がやるやり方を皆さん真似していただいて、ぜひねソロでゲットできるようになってください。てなわけでまずはですねこちら北上の里に来て、でそこからね左上のこのラクドの荒れ地までね、飛んでください。はい、でここに着きましたらまたねマップを開いていただいて、でここよりちょっとだけ下ですね、ここにひょうたんというかキュウリみたいな形の丘があるんで、ここにねピンを刺していただいてここまでね向かいます。はい、こちら到着しました。でちょっとね目印としてこの1本の木が生えているので、ここからね説明したいと思いますけども、この岩とね岩が2つあってここに1本の木があるんですけども、ここからねちょっと南の方に行っていただいて、そうすると、まあ、ここねちょっとねボコッと出っ張ってる岩がねあると思うんですけども、ここの上に乗ります。ジャンプでね、で乗ったらなんと一気にねもやというか白い霧がかかります、あたりにね。でこれがノームの証の霧ですね。この霧の状態の間に湧いたポケモンがなんとねノームの証を持っているというような判定になりますので、まずはですねここに来ていただく必要があるということですね。で試しにちょっとマップ開いて、で右上を見ていただいたら、はい、ちゃんとね霧のマークになっております。でここからはねどうしたらいいかと言いますと、もうねこれは毎度おなじみの日付変更ですねを繰り返して、この自分がいる丘の周りにですね、具体的にはもうこの辺りめちゃめちゃ丘の近くに
大量発生のね EV が出現してもらう必要がありますので、まあ、理想を言えばねこの丘の真ん前ですね、この辺りに出現してくれたら一番いいんですけども、まあ、ちょっとずれてこの上の辺りとか下の辺りでもいいので、ここら辺にね EV の大量発生が出るまでひたすら日付変更を繰り返します。そしたらいずれねこのように大量発生の EV がすぐ近くにね出現してくれますので、ここからはもうひたすらね捕まえて証の厳選をしていくといった形になるんですけども、ただですねもう一個ね特別なやり方をしないといけません。と言いますのもここね今自分が乗ってる岩がありますけども、ここをすぐね下に降りて、でここでねピクニックをします。でピクニックを開きます。で開いたらねこっちの今さっき自分が乗ってた岩の方を見ながらピクニックを終了した瞬間にコライドに乗って、まあ未来のでもいいですけどね、乗ってこの岩にまた登ります。でまたねこのように霧の天気の状態になります。この岩の上に乗っていない限りは霧は発生してくれませんので、必ずねピクニックが終わったらすぐこの岩の上に乗ります。でそうするとですね奥の方でね EV がどんどん湧いてくれてますけども、この霧の状態になってから湧いてくれた EV のみがノームの証を持っている判定になりますので、ピクニックが終わったら素早くねこの岩の上に乗って霧を出現させるようにしましょうというのが一番のね最大のポイントになります。で場合によったらねちょっと EV のね脇が、まあ、あんまり湧いてくれないという時がありますので、そん時はこのコライドンに乗ってでジャンプして空を飛ぶでこうぐるっと回ってもう一回この岩の上に戻ってくるというようなやり方で、ほらちょっとね1匹2匹増えたと思うんですけども、ちょっと若干ね大量発生の EV のとこに近づいてあげるだけで随分ね湧きやすくなってくれます。でもあとはね湧いた EV をもう降りてからでいいので、こうひたすらね捕まえていくというだけですね。でもちろんねノームの証も2つのパワーでね確率がアップしますので、もしね最大確率で厳選したい場合はしっかり2つのパワーをつけてあげましょうと。で僕の場合はねあの色違いのノームの証持ちが欲しいので、その場合はねしっかり輝きパワーもつけてあげるといいと思います。で色違いがね欲しい人はもちろんあらかじめこのね大量発生している EV を60体倒して、でセーブをねしてからあの輝きパワーとか2つのパワーをつけて厳選するといいです。であとはね僕が言ったやり方をひたすら繰り返していくだけで、まあ、確率は低いもののねいずれは色違いそしてノームの証持ちの EV が誕生してくれるといった感じになります。さあというわけでいかがでしたでしょうか。まあねあの冒頭にも言った通り今回のイベントでは8個のね証の確率がアップしているんですけども、まあ、正直ねこの8個の証っていうのはこのイベントがなくても低確率でいつでもゲットできるので、まあそこまでねスルーしても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり今回紹介した4つの証というのはこのイベント以外では絶対に手に入らないといったような証になりますので、まあ、ぜひねできるのであればこの4つの証ね、全てを持った EV をゲットしていただきたいと思います。そしてこのイベントはねもう21日の朝までしかやっていないのでもうすぐ終了してしまいます。なので皆さんもねぜひこのイベント終了までに後悔のないような EV 厳選をねしていただきたいと思います。というわけでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあ、このチャンネルではですねこんな感じでポケモン SV にまつわるいろんな攻略情報とかあとはね速報なんかもどしどしね動画で上げておりますので、もしポケモン好きな方がいましたらチャンネル登録を今のうちによろしくお願いします。そしてこの動画ねもしよければ高評価もついでによろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。